体調を書く後、山下亀三郎から1944年12月13日は、日本の実業家、君衣等、山下紀仙、山下財閥の創業者、勝田銀次郎、内田信也と並ぶ三、大船成金の一人、1867年、伊予国和軍岐坂田村の将や、山下家の七人兄弟の罰子として生まれた。山下は、 小屋の家に生まれたことを心の糧とし同時に小屋の子として厳しくしつけられた。上島の旧西南予中学校に入学したが1882年に同校を中退し出本した。しかし家出したその日の上島は暴風雨に襲われやむなく知人の家に厄介になっていた。すると母からの使いの者が現れ男子が一旦村を逃げて出て おめおめ村へ帰ってくるようなことがあってはならない。大手を振って村の道が歩いて帰れるようになるまで帰ってくるなと伝言を告げた。この言葉を背に山下は四国を後にする。大阪に出たが家出少年を雇ってくれるところはなく、京都の友人を頼って祇園清井町の下宿宿宿に世話になり小学校の助教員を務める。京都の生活で 新島城を助けて同志社を設立した山本角馬と出会い、山本が主催する私塾にも足を運ぶようになる。山本の勧めで東京に出て明治法律学校に入学する。ここには明治民法の起草者であった法学者の穂積信繁が出向していたので、彼から個人的に法律学の教授を受けていた。泥亀というあだ名を持ち。 後に自ら無学であるかのように記している山下だが、実際は、このようにして、勉強にも精霊したという一面もあった。22歳の時に、明治法律学校を退学して、富士製紙会社に入るが長続きせず、次に、大倉孫兵神店の店員となった。その後、横浜貿易商会の支配人、池田文次郎店などを転々とする。百九十二年、 横浜出身の朝倉亀子と結婚するが、翌年に池田商店が倒産してしまう。山下は1894年、横浜大田町に養子売買の山下商店を始めた。山下が独立した第一歩である。しかし事業はうまくいかず、とうとう店を畳むことになる。その直後、竹内兄弟商会の石炭部に入る。 日清戦争の時期にあたり、石炭業界は後継気に湧いていた。ここで山下は石炭輸送の必要から初めて海運業と接する。1897年、竹内兄弟商会の石炭部を譲り受け、個人商店として独立し、名称を横浜石炭商会と変えた。山下が選手になったのは1903年のことである。 まず手付の1万円を払い、残りの11万円の金策に、山下は奔走する。保険会社や取引先から8万円借りるが、残り3万円足りない。当時第一銀行横浜支店長心への石井、健吾に相談すると、山下の息を感じた石井は、自ら3万円の借金を押して、それを貸した。山下は恩義を修正忘れず、石井が、 昭和初年に退任するまで第一銀行をメインバンクとした。こうして手に入れた英国船ベンベニー号をキサカタマルと命名し海運業に乗り出す。キサカタマルの名は生まれ故郷の村の名前であり、山下は村を出てから20年にして大手を振って村の道が歩ける選手になったのである。しかし、船舶経営の経験に乏しい山下は、 橋当たりブローカーの力を借りて、横浜、上海航路の事業に着手するが、燃料代にもことかくありさまであった。山下は、同じ愛媛県出身の海軍軍人、秋山正幸とも、親しい間柄であった。北固丸購入直前、山下は秋山から、日露海戦地下市の情報を入手していた。戦争になると、民間船舶も徴用される。 また、徴陽線の予選価格は、一般の価格よりも有利であることは、日清戦争時の経験から知っていた。この秋山からの情報により山下は、成功を駆け上がることになる。山下は、北坂た丸を購入すると早速、近親の古屋久綱を通じて、1903年12月、徴陽線の指定を受ける。しかし、この時の北坂た丸は、 三井物産依頼の積み荷の石炭を乗せて、上海に出港する直前に、長崎県佐々港にいた。上海を往復している間に徴用船指定を解除されたら、大変だと、三井の大阪市店長、福井木久三郎に事情を話して、了解を求めておき、横浜に帰って、石炭を陸揚げして、処置をつけ、北固丸は海軍に引き渡した。こうして、無事、 北方丸はの大きまでに海軍に届けられた。これに勢いを得て、1904年、第二2北方丸を購入、直ちに海軍に徴用船として提供する。さらに、他社の貨物を手配し、他社船でこれを運送する、海軍オペレーションの分野にも進出する。日露戦争後、1907年に入ると日本は、深刻な戦後不況に突入する。海軍の徴用船を、 主もとして経営を行っていた山下は、この影響をもろに受け、さらに北海道の木材事業にも失敗し、数百万円の負債を背負う。ここで山下は、奇想天外な方法を考案する。量計消却法と呼ばれる、返済方式で、返済に、元利均等、元金均等などの一定の枠組みを設けず、最初は、 少しずつ利益が出るようになったら多く返済するというものである。山下はこの方式で債権者を説得し、20年分の菱形焼却法による返済を認めさせた。その後の公共の波に乗り、わずか7年で完済している。1909年以降、外交海運は好転し、山下も着実に海運業を発展させる。1911年6月には、 資本金10万円で組織を合名会社に変更して、山下基線合名会社を発足し、本店は東京市日本橋区北島町に移転し、支店も神戸に開設した。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、海運業は空前の後継期となった。大戦前のトンは当たりチャーター料3円、1000か50円程度であったが、 1917年には、チャーター料が国内で30円、ヨーロッパで45円、1000か6700円と十数倍になった。山下は、勝田銀次郎、内田信也と共に3、大船成金と称せられ、この船成金競争のトップを走ることになる。この間、1915年6月には、満州の大連に、山下帰船合名会社を設立。 ついで11月に石炭部を分離独立させて山下石炭株式会社とし、翌1916年8月には渋沢栄一らと不創会場保険を創立。さらに1917年5月には山下汽船合名会社を資本金1000万円の株式会社に改組、拡充して別会社の山下合名会社を作り、8月には 裏が選挙株式会社を創立するなど、やつぎ早に事業を拡大していった。1917年5月、山下汽船株式会社と改め、社長となった時山下は50歳であった。海運業開始以来、全伏拡充に積極的に取り組み、不定期船事業のオスとして、山下汽船の名を高めた。対戦中、山下の上げた利益は実に、 年間2900万円に上る。1919年当時の総理大臣の年俸は12000円、各省大臣や東大総長の年俸は8000円で、あったので、山下がいかに巨額の利益を上げたかが伺い知れる。1926年時点で、日本最大の要選手となり、1938年時点で、不定期戦オペレーターの支配線において、山下が、 日本一となった。その後、海運業だけでなく、広く在界、寛解さらに、軍部の要人と交際し、1943年3月には、時の東条内閣によって創設された内閣顧問に任命され、大正昭和期の代表的政省と再称された。政府関係の委員にも就任し、第二次世界大戦末期には、行政査察士に就任し北海道視察に行くことに、 なるが、この視察によって、病を得た山下は、1944年12月13日、死去した。山下の功績は、主催した山下紀船を世界有数のトランプオペレーターにし、日本海運の進展と、船圏各庁に寄与しただけでなく、山下紀船から多くの人材が排出され、いわゆる山下学校と称された。また、競技をはじめ各地に学校を設立するなど、 社会事業にも力を尽くした。山下汽船の再生時とも言うべき1941年当時の日本の総プック僚は1962席で、内訳は日本郵船133席、大阪商船109席、山下汽船55席、大連汽船54席、川崎汽船35席、三井物産32席であった。明治から、 昭和初期にかけて日本優先と大阪商船の2社が飛び抜けていたが、太平洋戦争開戦時において、山下帰船はこの2社に迫る会社となっていた。しかし敗戦により、1947年、山下株式会社は財閥解体で第5次持ち株会社指定を受けることになった。長男、山下太郎の娘婿、松方峰夫のおじ、小作は、 三菱財閥の二代目、総帥、岩崎矢之助の娘婿である。一方、太郎の五歳、茂子の王子、合商作若添え二歳で、三菱の創業者で、初代総帥、岩崎矢太郎の養子となる岩崎豊渡ると、改名した。ゆえに、山下家は、松方家を通じて、岩崎矢之助家の系類となる一方、河合や、川崎家、豪家を通じて、 岩崎や太郎家の系緯にもなっており、山下家は、三菱の創業者一族、岩崎家と二重の隕石関係にあると言える。太郎の長男、新一郎の妻は、武田薬品工業創業者一族の武田春夫の娘、すなわち同社元会長、武田国夫の鳩子である。太郎の次男、山下洋二郎の妻は、松本城を治むの孫娘にあたるが、その妹の義弟が、 元富士ゼロックス会長、小林洋太郎で、洋太郎の末弟である、小林俊三郎の妻が、次男、三郎の娘なので、山下家と小林家は二重刑罰の関係にある。太郎の次女節子は、松本郎や、小松ストア創業者の小坂梅吉の三男、小坂敏夫に嫁いだが、その妹はライオン元会長である三代目、小林富次郎の義弟である、西野豊かに嫁いだ。 太郎の三女つね子は東京コンテナ工業元会長の黒崎祖皇に嫁ぎ、その長女は川本敏夫の三男、川本三郎に嫁いだ。三郎の長男、秀夫の妻は同和家再会場元会長、岡崎真一の長女で、秀夫の義兄、岡崎正夫は同社会長を務めた。岡崎正夫の義父は外務大臣を歴任した小坂善太郎の娘で、 善太郎の弟、小坂徳三郎は、新越科学工業社長から衆議院議員に転身し、運輸大臣などを務めた。小坂兄弟の姉は、東京都知事を長く務めた、濃部良吉に嫁いだ。秀夫の義系である、岡崎藤夫の娘は、岡谷幸喜元会長の岡谷幸二の長男に嫁いだ。岡崎新一の義弟は、神戸銀行頭取を長く務め。 1973年の太陽神戸銀行発足時の相談役である岡崎忠氏で、川島家から岡崎家に養子入りし義父である岡崎忠夫の後を継いだ。奈美郎の妻は山佐上湯元会長の浜口青桐堂の三女で、奈美郎の長男舞郎の妻は東芝ケミカル会長の三浦雄三の娘。青桐堂の長男である十一代目浜口義平の妻は、 東方生命保険元会長の四代目、大田製造の三女で、長男は山佐醤油会長の浜口道夫。道夫の姉は、元外務大臣、藤山愛一郎の長男に、妹は、ブリジストン創業者、石橋章二郎の甥いである、石橋武史樹にそれぞれ嫁いだ。石橋の長女安子は、大倉事務次官や外務大臣を務めた鳩山愛一郎に嫁ぎ、鳩山幸を 鳩山国を生んだため山下家は、浜口や石橋家を通して、鳩山家の縁石になっている、秋山正幸周辺の地、小田原市南町一丁目の亀三郎別邸、体調格アート。ありがとうございます。